はい、こんばんはです。雨がやっと上がって、ね、少しこう、ほっとしたというかね。丸2日ぐらい降り続きましたもんね。秋の長雨というのは聞いたことありますけどもね。まあ春は春雨ということでね、濡れて歩きたいところですけども、いやー、ちょっと寒いね。全体的にいいね。濡れて歩いたら風邪をひく。濡れて歩かなくてもまだまだね、調子が悪いという、そういうような、ね、4月のスタートなりました。まあそういう感じで、まあ今日はね、少しのんびりしたんで、なんて言うんでしょうか。やっぱりあれだね、のんびりした方が絶対いいね。世間のスピードに合わせてたら本当にもう何をやってんだか分かんなくなってしまいますね。久しぶりにのんびりしてね。まあいろんなこといっぱいあるけども、全部棚上げして、今日はのんびりしました。ゆっくりとね、して、いろんなこと全部片付けて、ね、ゴミとか、やっぱりこう、本当にこう、のんびりしてやると、ね、結構いろいろ片付くもんですね。逆にバタバタやってると、バタバタはやってるんだけれども、何も片付いていない、そんな感じがします。パソコンの方もね、もう2年ぐらい前から書いてた、文章そのまま残しておいたんですけども、まあ、ブログに書いてあるから、その辺はまあ、いらないやってことで、ガンガン外しました。少しはパソコンの方も、ね、軽くなったんじゃないかなというような、ね、まあ、これ気分の問題ですけどもね。まあ、そういう感じで、のんびりする、ね、一日、なんかこう、これが本当じゃねえかなみたいなね、そんな感じ思ったりもしています。さあ、バタバタする、バタバタしない、どっちでもいいんですけども、やっぱりいいね、この曲を聴いて、やっぱり負けちゃいけないんだよね。勝ちましょうね。でも宮沢賢治さんもそうだし、チナキャッツもそうだと思うんですけども、勝つとは言ってないんだよね。ね、だからそこんところだよね。じゃあ、今日はなんかこう、また新たな気分で 聞けるかもしれません。じゃあ行きましょう。チナキャッツ、トリップスバンド、雨にも負けず。雨にも負けず、風にも負けず、雪にも夏の暑さにも負けぬ。丈夫な体を持ち、欲はなく、決して怒らず、いつも静かに笑う。 Oh yeah! ラララララ、ラララララライ、ラララライ、ラララララライ。一日玄米4合と味噌と少しの野菜を食べ、あらゆることを自分を感情に入れず、よく聞き分かり、そして忘れず、野原の松の林の陰の小さな茅葺き小屋に。 OK! ラララララララ、ララ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 ラ。しばしに病気の子供あれば行って看病してやり、西に疲れた母あれば行って、その稲の束を追い、
南に死にそうな人あれば行って怖がなくていいといい。北に喧嘩や訴訟があればつまらないからやめろと言う。ララ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 。はい、おばんですということで、のんびり構えてやっています。いや本当にね、いいですよ、別にどうってことないんですね、バタバタしようがのんびりしようがね、同じ時間は過ぎていきます。どっちがのんびり楽にできるか、それだけですね。やっぱりのんびりした方がいいんだなぁなんてことを今日ちょっと思っています。いや本当にね、別にどうってことないですよ、こんなことはね。ということで、今日もまたゆっくりのんびり配信していきましょう。まあということでね、な面白い話いっぱい出てくるわけじゃない。ということで、ちなきゃ続きいきましょう。涙を流し寒さの夏はおろおろ歩き、みんなに出てくのもと呼ばれ褒められもせず国も去らず、そういうものに私はない。La la 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 la欲はなく決して怒らず、いつも静かに笑っていようよ、そろそろ。ラララララライラララララライラララライラララライラララララライ。はい、ということでおばんです。時刻21時27分ということでね、約そうですね20分ぐらい遅れて、スタートということになりましたね。まあね、10時過ぎないとね、あれですからね、なんて言うんだろう、9時台はもうね、いつ始めてもいいんじゃないですかね。9時ぐらいだったらちょうどいい感じですよね。1時間ぐらいで終わるにしても10時半過ぎぐらい、11時12時までかかっちゃうとね、やっぱりこうなんかもう今日も1日終わりだって感じするんだけども、このぐらいの時間ですとまだ十分、今日1日の余韻を楽しみながら翌日を迎えられるという、そういう感じですね。まあのんびりと行きましょう。ねえ、本当にもう昨日今日と大雨、なんかこう、霧雨とかさ、もう申し訳ない程度の雨が降っているぐらいだったら、まあ、全然平気なんですけども、一応雨らしい雨がずっと降り続く、それも1日以上降ってたっていう、そういう感じですけどね。そうなってくるとやっぱりね、もうどうしようもないもんね。外出るのも嫌だね、そんな感じになってきます。そういうことで今日はね、しっかりと家の中でバタバタやってましたけども、ゴミをいろいろと片付けておりましたね。ゴミになるのかそれともゴミにならないのかっていうのはとても微妙なところで、それも全部こうなんて言うんでしょうね、自分の感覚一つっていうかな、チラシでも何でもそうですけども、本当にこう
なんていうかな、あさっき出したんだけど、あのこれはゴミにならない、チラシですね。この前の3月のね、セブンさんの、ライブ、40年ぶりのライブということで、うん、米山貴子さん、健太郎さん、ドクター、あと DJ がケンジーさんというね、まあ、そういう組み合わせ、こういうのはやっぱりこうね、ゴミにならないチラシですけども、ゴミになるものっていうのいっぱいあって、ね、それをこうゴミと思うかゴミと思わないのか、そこら辺の分別というのが本当にね時間がかかるんだよね。うん、どうしようかな、これ取ってこうかな、取っとかないかな、どうしようかなみたいな、まあそんなことやりながらね、気がついてみれば、うん、今回ちょっとシビアに行きましたからね。なんせね本当に3月バタバタしてたでしょ。もう知らないうちにもうゴミだらけになってんだよね。だから布団も今日は久しぶりに、ね、上がってます。いつもねせんべい布団がドカッと引いててね、うん、まあそこで転がったりね、後転したり前転したりとかね、逆立ちしたりとかね、うん、まあそんなことはやんないけれども、でもまあなんとなくね、めんどっちいでしょね、うん、あと食い物なんかもそうだよね。いつも本当にただね、インスタントでポコンとやるぐらいなもんですけども、今日はちょっとね、いろいろと冷蔵庫の中をちょっとチェックしたんですけども、いやいやあるわあるわ、あの2ヶ月ぐらい前のね、ものとかね、そういうものがあって、そういうのきれいに片付けたりとかね、まあなんかこう久しぶりにこうそういうのをきれいに片付けるとやっぱり気持ちが良くて、ね、やっぱりそういうことをやる時間っていうのをね、なんていうの、無理に作るのではなくて、普通にこうね、そういう時間があるということっていうのは本当にこう、うん、いいなっていうふうに思いましたね。もうちょっと外出てくとさ、ね、なんかあるともう本当にこう、もうあっという間に時間が過ぎていくけども、何をやってんだかさっぱりわからないみたいな、そういう状況が結構あるじゃないですか。ね、だからそういう時にこう、何をやってんのかわかんなくて、流されていく。うん、そういうことがやっぱりね、1年365日のうちの、300何日ぐらいはあるんじゃないの、結局は。そうじゃなくてこう本当にこう、ね、流されていくのではなくて、こっちからもうトン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 と歩いていくみたいなね、そういうことがやっぱり大切ですよね。本当にこう、うん、まあネット見ててもそうだし、特にね、マスコミ系見てるとそうだけれども、次から次へといろんなことが起きてくるでしょうね。そのたんびに、あれはこうだ、これはああだ、ああだこうだってやってたら本当にねやっぱりおかしくなるよね。まあもう数年前からほとんどテレビは見てないですけども、まあネットの方はちょっと見てますけども、ネットはネットで本当にね、うん、あの微妙なとこだと思いますよ。まあネットにしてもテレビにしてもね、本当にこう、それをこう見る人たちがどういうふうにね見ていくかで全然違ってくるんだけども、往々にしてね、うん、あのツイッターなんか見ててもそうだけども、どーっとね、変な方に流れていくみたいなね、ことって結構あるじゃないですかね。いい方に流れる場合もやっぱりなんか加速度がついてたりして、一つ一つのね、ぼやきつぶやき、情報を見てると本当にこうね、そんなもうそんなもんじゃないんじゃないのぐらいなこと思っちゃったりもするわけでね、今日あたりだから本当そういう意味ではちょっと反省させられたというかな。まあそれだけこうのんびりできて、逆にのんびりできたから、充実感みたいなものもね、しっかりとあるんじゃないかななんて、そういう感じとても思っています。はい、久しぶりのね、いい感じの一日だったんじゃないでしょうか。
いつもはね本当にもう昨日火曜日だったよね。もう朝からもう1時間半遅れたのはやっぱヤフオクのせいとかね、まあいろいろあるんだけど、人のせいにしちゃいけないよね、ヤフオクで、1200本ぐらいこうね出品朝から晩までやってて、うわ時間がない、あと300本足りねえや、400本あ時間ダメだ、いやダメだ、乗せられねえやみたいなね、まあそんなことでこうシュンとしてたりとかさね、まあしてたんだけど、まあとにかく終わってしまえばもうね、あともうどうしようもないですからね、来週またねしゃかり気になって頑張る、それぐらいなもんですから、まあそれはそれで、置いといて、今日はでも本当にこうそういう意味ではね、朝方の雨ね、本当にこう具合悪くなっちゃったけどもね、寝ました、まあ、ぐっすり寝たっつうのもあるんだろうね、今日は本当にだからよく寝れて、まあいつももいつもいつももだっていつもね、やっぱりぐっすりは寝てるんだけども、今日は本当にこうなんていうかな、時間関係なくね、時間関係なく寝てても、だいたいね人間の生活のパターンってね、やっぱりこうね、それなりのリズムにこう体がなってるじゃん、だからね、時間関係なくて今日はもう寝たいだけ寝るぞっつったって勝手に起きちゃうんだよな勝手に起きて、起きたらなんかしなきゃと思うじゃない、その時になんかこう、あそうだこれとかやんなきゃいけねえなーっつんじゃなくて、何しようか、あじゃあこれちょっとやるかみたいなね、この感じですよね本当に、そういう意味で本当に今日はねのんびりさせてもらって、逆に、いろんなことがはかどった、そういう一日ですね。まあこういう一日がまあ1ヶ月のうちに何回かあれば本当にこうなんかこうとてもこう豊かになるっていうかな、まあそんな感じなんですけどね、どうですかね、なんかこうみんな急いでない、バタバタしてない俺だけかバタバタしてるのはどうなんだろうかね、なんかこうね普通にバタバタしてなくてやってるつもりでもなんかこう周りにこううまいこと乗せられてるっていうことだって、もしかしたらあるかもしれない。だからそういういろんなことを考えながらっていうことでね、考えるのもとても大切だし、やっていくと面白いかなっていうふうなことをちょっと思ったりもしましたけどね。まあね、メインのブログは相変わらずまだ書けてないですけども、今日はオークション系のブログを、ね、1本書き上げたし、それもねいつもだったらこうひねり出すようにね、まあこれこんな感じかなみたいなことやるんだけども、今日なんか本当にこうスカーンとね、だから全然時間かかんないんだよね、いつもだったら結構時間かかるんだけど、本当にねやっぱりそういう時ってあるんだね、本当にこう自然に出てくるみたいな、それがやっぱりこう一番ナチュラル自然ってことやな、同じこと言ったら英語で言うのと日本語で言うのとね、まあ、ちょっと違うよね、ナチュラルとか言えばさなんかかっこいいけどさ、自然とか言うとなんかこうやっぱりリズムの問題なんでしょうね、ナチュラルっていうリズムと自然っていうリズムと、でもね多分どっちもかっこいいと思うよね、自然もナチュラルもねかっこいいと思う、どっちでもいいんだよだからねでも本当にね、まあそういうふうにこう自然なまんまで、出てくる、あんまりこう世の中あだこうだっていうふうにね、もう本当にこうなんかこう世の中のねおかしなことっていうのはさ、本当にさまともになるまで時間かかるよね福島がドカンと来てからもう2年も経ってるのに全然
ね、でまあ今日ちょこっとこうネット見るとなんか1号機かなんかのね、どっか入り口かどっかで、めちゃめちゃあね、危険な、信号がバンバン出てきたんで、全面マスクするようにと作業してる人はとかね、そんな話とかがさ未だかつて出てくるんだからね、本当にね、うん、もう少しこう抑え込めるとかね、要するに抑え込めないんだったら、あね、抑え込めないんだけどどうしようかってみんなで考えればいいことなんだけども、なんかこう、ね、てめえらだけでなんか、できるかのような、そのくせ結局2年間もかかってるけど何もできてないみたいなね、そういうような感じだと思うんですけどもね、うん、で本当にね、もうなんとかしなきゃいけないっていうのはずっと思うんだけどさ、ねえ、状況がよく分かんなくなってきているのでね、どうなのかなって、まあ、そういう時にこうね、部分的な状況がポコ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 出てくる。だからこれから先もね、何十年してからね、ポコ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 そういうのが出てくるっていうのがね、とっても気持ち悪いんだけどね、もう分かったらすぐ出してきて、でみんなでどうしようよって考えるのがやっぱり一番いいんじゃないの。なんかこうね、今だからそういう情報を持ってる人たちが一生懸命考えてないから、いかにこうね、なんて言うんだろうね、ショッキングじゃないようにっていうか、平然とね装うみたいなね、うん、そういう感じだから、うん、だって平然とすることだったらいいよ、平然とできることなら全然問題ないけど、もともとが平然とできることじゃないじゃないかねえ、そこら辺のことってどうしてわかんないのだろうか。まあ実際ね、これだけの事故が起きたら本当にこう責任だとかいろんなことっていうのはいっぱい出てくるわけですけど、2年も経ってるのにさね、誰もちゃんと調べようとしないっていう状況の中で、ね、うん、例えば東電にね調査が入ったとかそういう話もないしね、一体ねどうなんでしょう、東電に任せとくっていうことね、うん、それが一番ベストなのかどうなのかね、それはもう普通に考えればわかるよね、ベストじゃないね、だって、結局ね、何もしてないんですからね、っていうかできないのか、できないならできないで言えばね、もうだからもうしょうがないから最低限ね、例えばそのもう本当にだから今どこにね、どれだけの放射能が出てるのか、線量がどうなのかぐらいなことを徹底的にやるしかないでしょう。でそうするとそこにいちゃダメだとか、あね、そこにいても大丈夫とかさ、そういう話にもなってくるんだけども、徹底的にやってないがためにね、うん、どうなんだろうな、どうなんだろうなみたいなね、うん、除染というのも結構大変ですけれども、あの黒い袋を見てると本当にこうあれは除染なんだろうかって気がしますよね、まとめて置いてあるだけじゃないですか、ね、いつ何が起きるかわからないですよ、あんなビニール袋みたいなものに詰め込んでおいて、というかね、結局あれだけ出てきたものをどうしたらいいのかもわからないのにとりあえずは詰めてるわけでしょ、うん、ねえ、だから原発なんかなければああいうものは出てこなかったっていうのはもう分かりきってることだからさ、ねえ、やっぱりダメなんだよ、全然ダメなんだよ、うん、でそういう状況の中で、再稼働しようみたいな話も出てるわけじゃない、ねえ、合わせてこうみたいな話も出てるわけじゃない、それだって、ねえ、うん、まあだから本当に福島みたいなことはさ、そんなに起きないとは思うよ、確かに、うん、だけど起きてしまった時にさね、どうなるんだっていうことね、うん、起きなければ全然問題ない、そうでしょ、問題なかったわけでしょ40年間、うん、ね、だけどもね、起きてしまったから問題になってるっていう、そういう部分ってあるでしょ、うん、で結局そんなものはやっぱりこうね、
起きなければそのまま使っててもいいじゃねえかじゃなくて、やっぱり起きる可能性があるとき、あるものに関してはやっぱり使わない方がいいんじゃないのっていうのは思うんだけどね、うん、だから本当にこう今ね、多いだけでしたっけ、動いてるのは 2つぐらいね、うん、もう今全部止めちゃってるんだからもう止めなさいよ本当に、うん、ねえ、点検して再稼働するなんてさ、本当にもう何なんだろうねって感じするよね、うん、まあ実際に止まってるからまだね、いいのかもしれないけれどもね、え、止めていると動かそう動かそうってするやつもいるわけだしさ、だからね、そこのところで、もう動かさないっていうことを決めちゃおうよね、まずそこからだと思いますよね、じゃあ代替エネルギーどうするんだとかさ、ね、そういう問題っていろいろあるかもしれないけれども、そんなのはこれから考えればいいことで、実際に例えば止まっててもね、電気代が高くなってるかどうかっていうのは、まあ、ちょっと話を置いといたとしても電気は止まってないからね、うん、ここのところ大切だと思うよ。例えばね、もしも本当に原発がなければダメだとすれば、今もう日本中真っ暗になってるはずだからね、真っ暗になってないじゃない、ね、まあどれだけ、赤字なのかっていうのはそれは分からないけどさね、少なくとも電気に関してはね、つけてるじゃないか、うん、ね、全然足りてるじゃない、原発やんなくたって大丈夫じゃない、で原発やんなくても大丈夫だけど値段が高い、じゃあどうするかっていうのをそこから考えればいいわけじゃんね、うん、ね、だから原発ないものとして考えれば、じゃあもっと安くするためにはどうすればいいんだってそこから考えていけばね、風力使うか火力使うかね、地熱使うかっていろんなこと考えられるじゃないかね、そういうふうに考えていかないで、ただなんか止めちゃって、なんかこう脅かされてるみたいだよね、再稼働するぞ再稼働するぞ再稼働するぞっつってさ、ねえ、まあ、本当にだからこう何のためにそんなことやるのかも全然わかんないしね、まあそれはまあやっぱりいいね、もっともっとでかい力っていうのがあるんでしょうね、例えば世界とかさ、まあ世界って言ったってね、いろいろとあるわけだけど、まあだけどドイツとかそういうところではまあいろいろあるけれども止めちゃうよっていう話をして、2020年まででしたっけ、2030年まででしたっけ、止めちゃうよっていうことになったじゃない、なってるしやってるわけじゃないね、だからね、この国だってできないわけはない、それをね、2年間まるで、ね、時間がストップしてしまったような形で言ってるわけで、その間に今日だってね、うん、福井市で、ね、警報が鳴ったとか鳴らないとかって話、うん、またネズミかなんかがね、ネズミかなんかがラッパーかなんか吹いたのかな、ね、本当にいい、ね、この前の停電だってそうですよ、本当にね、電気が止まったっね、冷えなくなっちゃったって大騒ぎした、ネズミ一匹処理できないのが原子力なんか処理できるわけないじゃないのねえまあ普通に考えればもう分かることでね、うん、あんだけ金かけてあんだけ設備していろんな機械をつけて、ね、うん、温度がいくつだ、あ、どうしたこうした、水をいっぱい流さなきゃいけない、いろんなことやってて、ね、結局電気が止まって、また熱が出てきた、原因は何かあった、ネズミだってねえね、だから要するに機械類っていうのはネズミ一匹もね、感知できないっていうことでしょ、言ってしまえばね、何をやってんでしょうね本当に、やめちゃった方がいいよね早いとこね、そういう意味ではね、うん、まあでも
ネズミ一匹でもね、そういう風になってしまうっていうのが、これがやっぱりね、自然というか社会というか、ネズミだって社会ですからね、そこの恐ろしいところでね、まあそういうことがこう、行われるわけですから、やっぱりね、なんかこうわけのわかんないことをこそこそやっててもね、しょうがないんじゃないのっていう感じがとてもするんですけどもね。まあでも本当にこう、それ一つとってもそうですけども、なんかこう脅迫されてるようなね、なんかこう目の前に怖いものがあってさ、それをね、なんとかしたいんだけれどもね、なかなかなんとかならないみたいな、そういう状況、僕ら本当もっとね、楽しく元気にこうね、いろんなことをやれるはずなのに、一体な何がね、こういうふうな状況にね、しているのでしょうか。やっぱりこうなんかね、やっぱりその辺はやっぱりバブルというか、バブルが崩壊した後のツケみたいなものなのかなって感じがするんですけど、でもバブルの前のね、バブルが弾ける前の、その景気だって実際に考えてみれば、これは本当の景気かどうなのかなっていうね、わかない部分っていうのはたくさんあるしね、高度経済成長まで遡ってもそうなってくるし、もっともっと遡れば遡るほどね、いろんなおかしなことがねいっぱい出てくるわけですよね。警察呼びたいっていうのもあるしね、ね、警察呼びたいっていうのはね、あの別にあの110番したいってわけじゃないですからね、ね、そういうことじゃないですから、警察呼びたい、それから自衛隊ね、自衛隊っていうだけでもなんかすごいなと思うんだけど、それがもう何十年かすると国防軍って話になるんですもんね。自衛っていう部隊があるだけでもやっぱりある意味すごいことですよね。国防軍ったらもっともっとだから国を守るっていう、ね、自衛で守るのになんかアメリカの軍隊が、駐屯してるっていうね、まあ、そこら辺の矛盾はすごくあるよね。国防軍なんていうのができたら、まず一番最初にアメリカの軍隊を全部追い出すっていう、それぐらいの覚悟はあるんでしょうかね。ねえ、その前にアメリカが勝手にいなくなるか。ね、やっぱりこうそこら辺の流れっていうのもやっぱりおかしい、ことですね。だからあとはもう少しこういろんな本読んで勉強してみなきゃいけないけれども、戦前の話とかね、さらに明治維新とかそこら辺の話、まあやっぱり黒船あたりからのアメリカとの付き合い方っていうのがやっぱりとてもこう、今なんかこうね、あのヒントになるような気がするんですけどね。結局ね、あの変なやつが勝手に来てさ、お前のところと仲良くしようぜっていうねことでさ、ね、それは嫌なね、嫌だったんだろう多分、江戸時代はね、嫌だったんだけど、なんか変なもん突きつけられて、逮捕とかさ、ね、ドカーンみたいなのがあって、ね、まあもうその逮捕とかなんとかその前のね、関ヶ原とかあの辺のあたりになってくるのかな、もうちょい後ですかね、鉄砲だとかそういうもんでこう見せつけられて、もともとね、刃物でさちゃんちゃんバラバラやってる国がね、外国から飛び道具が入ってきて、なんかね鉄砲いっぱい持ってみたいな、まあ、そういう流れ、まあそれは例えば一つの国を治める部分に関しては必要だったんですけどね、やっぱりこう力で押さえつけるっていうのはこれはね、やっぱりあるでしょうね、考え方の一つとしてはあると思います。ね、まあ結局だからそういうふうにこう、まあ、戦争がなくならないっていうのはそういうようなことなのかもしれないしね、何十年も何百年も前からね、だから
大和朝廷の時代からやっぱり全部そうでしょう、権力争いとかね、そういうことで、だからまあ結局強いやつがね、なんか適当にね、なんかイチャモンつけて、ね、やっていくみたいな、そんな感じ、うん、まあでもまあね、当時は今みたいにこう管理みたいなものっていうのはそんなに強くなかったから、ね、一人一人まで全部ね、行き渡るようなことってなかったんだろうと思うんですけどね、多分ね、うん、だからあと商業とね、例えば農業、まあ工業とかはそんなにね、まあその農業をするために、鍛冶屋さんとかね、桑を作るとかね、まあそういうのはあったとしても、そんなに今みたいにこう電気製品だとか、ね、機械類とか作ってるわけでもないわけだし、結局はね、第一次産業のための道具を作るっていう、その程度のもんだったと思うから、工業はね、うん、だから結局はもう第一次産業、物を作る、物を作った、そういうものを、美味しいものをね、横から取ってって、それでうまいことやるみたいなさ、うん、まあ結局この国もそういうことなんだよね、ずっと流れを見てるとね、歴史の流れを。で結局そういうことに関しては歴史はちゃんと残ってるんだけども、やっぱりこうその時の僕たちの生活その時の僕たちの生活って500年も600年も前に生きてるわけじゃないけども、まあ、庶民というね、ね、そこのね、そこでこうたまたまこの国で生まれて、この国で生きてきた人たちのね、どういう生き方をしたのかみたいな、そういうこうものというのはほとんど出てこないね。例えばその文化っていうのもあるよね、なんかこうね、お城のね、襖に絵描いてて、それがこう、素晴らしいってなってみたりね、なんかこう狭いところでお茶を沸かしてて、それを飲んで、それがわびさびみたいなね、そんな話で、尊ばれたりとかさ、うん、で結局、河原古事記、ですよね。要するに河原の中で、河原で、なんか面白いことやってて、それを見てた人たちが、面白いじゃねえかよ、お前ちょっと、俺今ちょっと大根持ってっから、お前大根やるからよみたいなね、もう少し面白いの見せてくれいみたいなね、そういう流れのことというのはほとんど出てこない。ああ、で例えばそういう流れがあったとしても、逆に河原古事記とかね、死の交渉を得た否認の中でのね、最下層にね、持ってかれてしまうというね、うん、ね、だから面白いこと言って面白いこと言って、ね、みんなに受けてるっていうのは、これはね、うん、最低なんでしょうね、だから芸人さんとかね、例えば三河漫才とか漫才とかね、ポンと叩いてね、めでたしめでたしなんていうのはね、やっぱりその余興ということで、ね、まあ、ある程度引っ張りだこみたいなもんでもあるけれども、でもやっぱりこうね、何も物を作ってねえしみたいな話の中で、やっぱりどうしてもこう、別に考えられるみたいな部分ね、うん、芸能とかそういうもの、文化だって本当そうだよね。なんかそういうなんか美術だとかそういうものばっかり取り上げられて、ね、落語なんてのがね、落語だとかそういうものが出てきてね、なんとかこう、文献とか載ってくるのがやっぱり江戸時代の、うん、末期とかそんな感じだもんね。うん、三遊亭圓朝さんなんてさ、ね、本当にこう二代目のさ、三遊亭圓朝さんなんか明治時代にやってましたからね、そういう意味では本当にもう最近の話っていうか、まあ、最近といってもね、うん、明治100年とか言ってたのが1960年の67、8年の話ですから、あの頃ね、本当に僕も子供だったんですけどね、明治100年、明治は遠くなりにけりとか言ってね、それでも明治の人はね、まだまだいっぱいいたんだよね今もういないですけども、うん、40年という時の流れというのは本当にそういうことで、大正の人はまだいるかな、うん、
明治は本当遠くなっちゃったしね、本当にこう、うん、だからまあね、そういうふうに昔のことを知ってる人が実際にこう昔を体験してる人たちのねがいたら、そういう人たちの昔話なんてのは何を言ってるのかさっぱり分かんないかもしれないけども、聞いておいた方がいいんじゃないかなというね、まあそういう感じでもあるんですけども、まあそんな話をしててね、うん、いやなんでそんな話になったかというとね、うん、ツイッターを見てたのね。ツイッターを見てて最近ね、僕が気に入ってるツイッターというか、気に入ってるね、ツイッターはねあれなんですよ、まあね、新橋文化という映画館があって、これ新橋文化っていうのはな、あの新橋の駅前なんだよね。でそして、3つほど劇場が入ってるね、なんて言うんだろう、高架の下なんですよね、新橋文化とね、新橋メガ座だったかな、もう一つ新橋第三劇場、昔は3つあったんですよ、1970年代は、そして洋画を2本立てやってるところと、あとね、邦画を3本立てやってるところとピンク映画をやってるところのね、3本だった、3巻だった。で今もうね、1巻なくなっちゃって、新橋文化と新橋メガ座があるのかな、うん、でそして今はもう洋画かな、 あとはピンクか、そんな感じだと思うんですけども、その新橋文化劇場のね、番組紹介というかね、面白いんですよこれがね、もう本当にね、もう底辺言ってしまうとね、要するにその映画館っていうのはこういう映画館だよねっていう、そういう感じです。だから昔本当ね、まあこの前ちょっと、なんだっけ、銀座メガ座は何ちゅったっけ今、素敵な映画館に変わって、名前をちょっと忘れたけども、そう、シネパトス、シネパトスという映画館がね、3月31日で閉館になったというね、そういう話で、まあ、ちょっとだから映画館のことを考えてたりもしたんだけども、やっぱり昔はね、本当にこうね、僕らの町にも一つか二つぐらいはちっちゃな映画館があって、まあちっちゃな映画館つったって150人から200人入れるね、だいたいコンビニ一つもしくはパチンコ屋さん一軒ぐらいのね、大きさっていうのを考えてもらえれば、だいたいね、映画館のサイズというのが建物の大きさっていうのが分かると思うんですけど、ね、うん、でまあそういう映画館っていうのは本当にね、都心でやってるようなロードショーとは全然違って、本当に下駄履きでさ、ね、そこら辺の商店街のおっちゃんとかさ、ね、若いやつとかさ、ね、家に入れない事情のあるやつだとかがみんな、ね、別にその大それた映画ファンではないわけですけども、なんかこう、ね、普通にこう映画館に入ってたと、ね、今だからそういうふうにこう普通にこう暇が潰せるところってのが僕らの街の中でどれだけあるんだろうかと、うん、まあせいぜいパチンコ屋さんぐらいかなという感じはするんだけど、パチンコ屋さんもね、今ね、パチンコ屋さんに入るとね、やっぱりハイリスクハイリターンってやつで、なんかこう何万円も使って、何万円買ったとかそんなような状況だしね、まあ、ゲームセンター言うたってね、まあないんだよ俺んとこ、まあそんな感じで、あとはもうマクドナルドのハンバーガー屋さんぐらいしかないのかな。でマクドナルドのハンバーガーもう禁煙だしな、うん、夜になるとちょっとね、タバコ吸えるみたいだけども、禁煙だし、
禁煙であるか禁煙でないかっていうのも結構大きな、ね、条件ではあるしね。だから本当にこう、だからね、別にこう決めて入るんじゃないんだよ。下駄履きで入る、うん、で、例えば3時間なら3時間時間潰してくるみたいなね、そういう場所ですよ。だから例えば映画館なんかで、ね、そういう昔あった映画館、難しいこと関係ないですからね、面白ければいいんですよ映画が。だから監督がどうしたとか脚本家がどうしたとかね、これはねカンヌで賞取ったから素晴らしいとかね、そんなことじゃないね。だからそこにはやっぱり寅さんがいてね、星桃次郎トラック野郎がいて、健さんが死んでもらうぜってね、画面の向こうからね、目ん玉向いて、俺ら向かって、死んでもらうぜみたいなね、そこのところで俺らドキッとしてよしみたいな話になってくるわけ、悪いやつ叩き殺せみたいなね。今みたいにネットでさ盛り上がってさ拡散だどうのこうのだっていう、そんな世界じゃない、目の前で、ね、よしやれみたいなね、ケンさん後ろ危ないみたいなね。映画だからさね、例えばケンさんに後ろ危ないって大声出したってさ分かんないんだけれども、思わず声出てしまうみたいなね、そういう雑多なね、本当にこう僕らが楽しめて、ね、本当にこうなんていうか、見終わった後にねスカッとしたりとかね、そういうような、本当にこうもう関係ないですからね、映画雑誌も関係ないし、あの監督はどういう、ね、流れでとかってそういうことも関係ない、そこに行けば寅さんがよっと声かけてくれるしね、本当にこうね、藤達也がさ新宿はさ俺の遊び場だぜみたいなねこと言ってみたりとかね、そんなことなんだからさ、ね、いかにこうもう本当にこう新橋文化の書いてあるように、娯楽のね、底辺、これはね決してね卑下する言葉ではなくて、娯楽の底辺って一番基礎だから、そういう意味ではね、何のかっこいいことも何のあれもないんですよ、本当に基本の基本、面白ければいいじゃねえかっていうね、本当にそういう基本の基本の部分、これがねやっぱりあるんだな。でそれの一端がね、全くこう新橋文化のねツイッターで出てるんですよね、デモのツイッターもそれはそれで、真面目だと思うしね、なんかただねうんこしたいっつだけでもいいんだけれども、そうじゃなくて本当にこうひねりっていうかね、本当にこうね、単純な話で、昔は本当そういう映画館、例えば文芸座にしてもそうだしね、神たとえなんかもそうだしさ、本当にこうなんていうかな、ね、まあああいうところって大体こうチラシっていうのはね、ビラみたいなのがあって、映画館見に行くと、1週間分、いや1週間じゃないや1ヶ月分のスケジュールが書いてあるわけ でそこでこうなんかそれだけじゃなくてさ、支配人かなんかがね、暖かくなってきました、冷房はまだ入れるつもりございませんけれども、お気軽に声かけてくださいってそんな形で書いてあったりとかね、まあ、そういうなんていうか、ある意味こう通りすがりの一方的な、コミュニケーションではあったりするんだけれども、そこがさやっぱりなんていうか、今みたいにこうベタベタしたコミュニケーションじゃなくてさ、本当にこうね、それで結局寒いぞとかね。エコダ文化というね、今パチンコ屋さんになってる映画館があるんだけどもさ、ここでさ11月にさね、トラさん3本立てやってたんだよ。でお客が3人しかいなくてね、いないわけだよ、寒いんだもんね、めちゃめちゃ寒いんだよ。でずっと見ててさね、寒い寒いって言ってたの、そしたらね、
そこのエコダ文化の人がすいませんちょっと今暖房壊れてて、来月になったら治るっすけどみたいな話とかがあってねそれじゃあしょうがないよねみたいな話でね、それでもやっぱり映画をそこで見ているっていうねあの時はね72、3年の話だったけど風邪ひいちゃったよ、うん、本当に。でもね、男は愛嬌だったかな、なんだかな、あの辺のね、トラさんシリーズじゃない、渥美清の出てる映画だったんですけど、すっげえ面白くてね、うん、男は愛嬌、女は愛嬌だったかな、まあ、そこら辺の、ね、映画だったんですけどね、うん、まあ、誰も知らない映画っていうかね、誰も知らないってみんな知ってるんだけどね、それが一体ねなんていうタイトルの映画で、っていうのがねもう全然こう、 もう関係ねえからそんなのどうでもいいから、まあ、そういう素敵なね、映画が昔はいっぱいあったんです、ゴロ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 ね、まあ、例えばそのピンク映画なんてのも大体そういう映画のね、ジャンルの一つでね、大体こう浮気して温泉行くみたいな話になってくると本当にこうね、それこそ洋画で行けばね、ジャック・レモンあたりが出てくるコメディみたいな、そういうようなイメージはあるんだけれども全然違うから、まあ、はっきり言って全然つまんないんですけどもね、つまんないんだけどもそれが1時間、ね、ちゃんとピンク映画の3本立ての1本として成り立ってる、それを要するに僕らの街の映画館がかけていた、ここがやっぱり素晴らしいとこなんだよね、うん、今みたいにシネコンだなんだかんだで名画座がなくなって寂しいだとかね、とんでもない話だよね、そんなのはね、名画座がなくなったら名画座がなくなったでね、古い映画はね DVD でも何でも俺たちはもうみんな仲間集まって、見ようと思えば見れるじゃねえかねえ、確かに名画座で大スクリーンで見るのはさ、それは素敵なことだけど、何もかしこまって見る必要なんかねえからそんなもんはね、うん、まあ映画秘宝みたいにさ、なんかこうこんな映画見たことないでしょみたいなさ、そんな見方もまたね必要ねえから、うん、もうそこら辺にある転がってるものを見て、はっと我に返る、そこがやっぱりいいね、娯楽の底辺だぜ、うーんね、そういう感じで、ね、あ、気がついてみればもう50分を回っているじゃないですか、あ、こりゃ本当に底辺なことだというところで、オチがつきましたかね、ということで、うん、ここから真面目にいきますよ、いつも思ってるんですけど、やっぱりこういう平和なね時が、やっぱりこう素敵なんですね、そういう意味で、僕は平和が大好きです、ということで、この曲を聴いてください、よいしょね、うん、流れるかな、うん、来たかね、はい、じゃあね、配信の底辺13号そこがお送りしましたごまかしくん、今日もね最後まで聞いてくれてありがとうございました、平和が大好きです、聞いてください、ピース、世界中が平和でありますように、スパイキーズ、
ね本当に。うん。のんびりのんびりするっつうのは本当にこんなにいいものだったんですね。走ってばかりいてはね、走るスピードでしか世界が見れません。たまにはのんびり歩いて、歩くスピードで世界を見てみるのもいいんじゃないでしょうかね。走るのも OK、 歩くのも OK だけど自転車だけは気をつけろよ本当に。向かってきたらいつでもエルボーかませますからね。もうはっきり言って車道空いてるときは車道走れよね。そして歩行者がぶつかりそうになったら降りろ自転車ね。歩道はねあくまでも歩行者のもの。そんなことでイライラするね。一瞬外出ただけでそれだけイライラするんだぜ。そういう風なことをね、なぜか OK してしまった、ところね、僕らが知らない間に僕らが投票したね、そういう人たちで勝手に決まってます。ええ加減にしてくれよ本当にね。上は原発から下は自転車まで一体何のためにね、そういうバカなことを決めていくのでしょうかね。のんびりとして、一日一日過ごしていけば僕らは本当に豊かだと思います。そんなに物はたくさんいらないでしょうね。本当に身の回りのものだけで、いろんなことを考えるのはこれ想像力、自分の頭の中は、生きてきた人生、別にお金はかかっていませんね。そういう感じですよね。本当にこうね、かっこつけても始まらないし、かっこつけてかっこよくなるんだったらいいけどもね。そういうことで、こんだけ忙しい世の中ね、のんびりといきましょう。気楽にいこうぜね。そういう感じですけども、なんかブツブツとわけのわかんないことを言っております。酔っ払ってないですけどね、酒飲めないですから。はい、ということで、今日もどうもありがとうございました。素敵な夜を、素敵な夢を、そして、明日もまたいい一日にしましょう。それではおやすみなさい。グッドナイトです。